小西明は、日本の警察官僚、政治家、元衆議院議員。自由民主党員、派閥は橋本発所属小西治元衆議院議員の2位。警察官僚を辞めた後、2000年の衆議院選に、出馬して初当選。51歳没。1949年9月13日、滋賀県大海八幡市で、小西和彦。 政子の長男として生まれた。野中博夢の追悼演説によれば、少年期に両親の慈愛に満ちた君導や滋賀県の自然の恵みと深い郷土愛に育まれたという。ガモ宇宙学校、彦根東高等学校、東京大学法学部を卒業。1972年に警察庁に入庁し、広島県警交通指導課長に就任。 1978年に、厚生労働省公衆衛生局精神、衛生課課長、補佐。1982年に、運輸省自動車局貨物課補佐官に就任。1984年から、熊本県警警務部長、警察庁交通局交通指導課長、宮崎県警本部長、九州管区警察局総務部長。 警察庁交通局交通規制課長などを歴任。1996年9月、警察庁交通局交通規制課長を退職。その後、地元の政治からの強い要請を受け、自由民主党滋賀県第二選挙区支部長に就任。1996年の第41回衆議院議員総選挙に、滋賀2区から出馬した。しかし、 選挙2ヶ月前の帰郷といったこともあり、選挙準備も間に合わずに落選した。2000年の第42回衆議院議員総選挙に、再び出馬。公明党、保守党の推薦を受けた。小西氏は、前回の選挙以来の政治活動から、政治の原点は生活の中にあることを学んだとして、そのための景気回復や、自身の若さ、 大病を患った直後である現職、竹村正義の健康不安を訴えた。結局、小西は竹村を破って当選し、地元の先駆け王国を破った。なお彼は当選後、竹村氏は立派な先輩。ご教授を得ながら、地域発展に頑張るとも語っている。国会では、地方行政委員会、青少年問題に関する特別委員会、 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、内閣委員会、決算行政監視委員会に所属した。2000年8月4日の地方行政委員会で初質疑に立った。地方文献とそれに伴う市町村合併の推進を唱え、そのための地方財政の健全化や環境税の導入などを訴えた。また元警察官僚の立場から、 警察行政の改革や警察刷新会議の状況について質問した。しかし、同年9月から体調を崩して入院。その後症状が悪化し11月には既得状態に陥ったが、12月上旬に意識が回復。以後はリハビリ治療を続け、2001年5月頃にはすっかり元気になり政治活動を再開する日が近いとも言われるようになっていたが、 2001年7月23日、国立国際医療センターで休止した。結果的に、2000年8月4日の質問が最後の答弁となった。同年9月1日に、小西家と自民党県支部の合同葬が行われ、自民党幹部ら約1000人が参列した。国会では10月2日に、野中広が追悼演説を行った。野中とは、古くから信仰があり、 彼の命を縮めた責任の一旦は私にあると後に語っている。ただいま議長からご報告がありましたとおり、本院議員小生哲君は、去る7月23日、国立国際医療センターにおいてご逝去されました。51歳というあまりにも突然で思いもよらなかった小西君の不法に、私は言いつくせぬ驚きと深い相席を禁じえませんでした。 幾多の試練を経て、これから政治家としての本領を存分に発揮しようとしている今この時、志半ばにしてあなたは突然として去って、行かれました。あなたのご霊は、今、緑深く、幼い頃より遊び、親しんできた、八幡山から、さらに遠くへと思いを馳せ、ふるさとの脳、山を、そして青き湖の行く方を静かに見守っていることで、ありましょう。どうか、 小西くん、安らかにお眠りください。の中広む実定で、小西の元秘書。2001年に、兄の死亡に伴う、補欠選挙に出馬し当選。衆議院議員となるが、2005年の郵政国会では、衆議院本会議の郵政法案採決では、党の方針に反して、反対票を投じた。 このため、2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、自民党の公認を得られず、自民党に立党届を提出し、無所属で、市が2区から出馬するが落選し、一時、政治活動の休止を宣言。その後、2010年7月11日の第22回参議院議員通常選挙に、無所属で、 滋賀県選挙区から出馬するも落選した。2018年に大見八幡市長に初当選した。妻、小西は愛妻家としても知られ、二人で地元のカラオケ大会に参加するなどして、おしどり夫婦として知られた。夫の合同層では、皆様のお役に立ちたいと一生懸命頑張る姿が目に浮かぶ。ご支援をいただきながら、 恩返しもせず他界した夫を許してやってほしいと、礼を述べた。その後は、議定の秘書を務め、2002年7月に、滋賀県議会彦根市選挙区での補欠選挙区に、自民党から出馬した。この出馬は2003年に新滋賀2区に、小西治が出馬するための資金席だったが、民主党の中澤稽子に敗北し落選。その後東京に戻っている。 ありがとうございます。